こんにちは、坂井優斗です。はい、今日は、まったりちょっとクロスラリーをめちゃくちゃゆっくりクロスラリーしてるんですけど、それを見ながら、質問に、動画に来てた質問にちょっと答えていきたいと思います。はい、前の前の動画、結構前の動画なんですけど、ポンさん、試合でも回り込むときはサイドステップで回り込むことが多いのでしょうか。そうですね、試合でもどうでしょう、サイドステップで回り込んでるんですかね。意外とでもクロスステップも混じりますね。でも基本的にはこの回り込みの打ってる動画が他にあるんですけど、その動画の通り回り込んでるはずだと思います。人によって回り込み方は結構様々ですね。なんかちょこちょこ回り込む人もいれば、ガバッガバッて一歩一歩で回り込む人もいるんで、まあ足の筋力によってもやり方はちょっと変わってくるんじゃないかなと思います。はい、レモネードかな、3、坂井選手は普段のストロークで構えるとき、いつもフォアのグリップで握っているイメージがあるのですが、それでバックハンドを打つのに困るときってありますか。リターンのときまで構え方は同じですよね。そうですね、だいたいリターンのときは、結構打つ前にフォアハンドは、フォアに来たらスライス、バックに来たら勝ち込む、バックに来たらスライス、フォアに来たら打つみたいな。でチャンスあるときはどっち来ても打つとか、どっち来てもスライスとか、結構決めてることが多いですね、リターンする前に。であんまり偏らないようにはしてますね。偏ると結構相手にバレてしまうんで。でグリップの持ち方は、結構意外とフォア寄りではないんですよね。バックとフォアの中間ぐらいで、ほとんど握ってはないですね。握ってないです。なんか緩くラケットを左手は触ってるような感じで、でバック来たらちょっとバック側に、フォア来たらちょっとフォア側に。普通にフォアハンドストローク打つときよりもちょっと薄いグリップでリターンすることもあります。はい、で、まあ、ちょっとボレーに近いような感覚で打つときもありますね。結構リターンは感覚が強い部分もあるので、はい、そんな感じです。フォアで握ってるイメージが強い、僕ちょっとカミカミで申し訳ないですけど、強いって書かれてあるんですけど、まあ、基本的にそうですね、セカンドサーブはどっちに来ても叩くのでフォアで握ってることが多いですね。ファーストサーブをリターンするときはちょっと薄めに持ったり、薄めに持つこともありますね。はい、そんな感じです。これ大丈夫かな。はい、あとは試合の動画に来てたんですけど、サーブで足を揃えなくしたのはどんな理由ですかっていうコメントがあったんですけど、これは結構大学4年間はずっと足揃えて基本的には打ってたんですよね。で社会人1年目になってちょっと足を揃えた方が前のパワーは伝えやすいんですけど、結構僕軸が崩れやすくて倒れることが多かったん でそれを直すために社会人になってからですけど、両足ちょっと広げて、フェデラーは広げてますね、ナダルはくっつけてますね、ジョコビッチもくっつけてないですね、ないんですけど、くっつけない方が土台がちょっと安定するような感じがあったんで、そっちに変えました。でなんで大学の時に変えなかったかというと、結構フォーム変えると調子崩れるタイプだったんで、結構怖かったんですね、やっぱフォームを変えるのは。で大学も最後、大学の王座勝たなきゃいけない試合も終わって、ちょっとフォーム変えに、行きました。そんな感じですね。でもサーブ足を揃える揃えないどっちがいいかっていうのは結構もう永遠の話題で、もなんか本当は結構多くのコーチ、まあ僕の本当に主観ですけど、多くのコーチが言ってるのは、意外と揃えない、本当は揃えない方がいいっちゃいいみたいなんですけど、まあでも本人の感覚がやっぱ一番なんで、まあそうですよね、揃えて、まあどっちでも、本当にどっちでもいいんじゃないですか。いいサーブが打ててればいいということで、よろしくお願いします。そうですね、サーブとかフォアハンド、なんかどっちの方がいいかみたいな。テニスで議論結構多いんですけど、片手の方がいいか両手の方がいいかとか、あとはフォアのなんだろう、まあいろいろあるじゃないですか。そういうのって結構それでうまくやってる人もいればやってない人もいるんで、なんかすごい骨格とか筋力とかそういうのによってフォームって本当にどん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 変わってくると思うんですよね。な
なので一概になんかこれを全員してくださいっていうようなのはあんまり好きじゃない、好きじゃないというかおすすめはしないですね。あの人がやってるからこれやってみようっていうのはいいと思うんですけど、うん、それが合ってればいいんですけどね、合ってなかったらもうすぐ次のステップへ行くっていうのも大事だと思います。うん、僕は結構いろんな打ち方を試してますね。あ、動画がそろそろ終わりそうなので、それではさようなら。